夜間とは、観約仏典に登場する野獣、シャガのとも、狡猾な獣として描かれる。中国では狐に似た、正体不明の獣とされるが、日本では狐の異名として用いられることが多い。港方熊伏、十二志向にある、ジャッカルのが当の本蔵周囲によると、仏教に夜間あり。これは悪獣にして、青黄色で犬に似て、人を喰らい、よく木に登る。 と言われ、僧の翻訳名義集では、狐に似て、より形は小さく、軍業を夜泣きすることを神のごとし、とされる、誠実には、子犬なり、狐に似て黒く、よく小兵を喰らい、両人これを恐れる、とある、元は、ボンゴの、シュリガーラを語源とし、インド物件を翻訳する際に、やかんと翻訳されたものである、他に、質キャラ、シャガ、 夜間とも翻訳された。この動物はもともとインドにおいてジャッカルを指していたが、中国にはそれが生息していなかったため、キツネやテン、サイトの混同が見られ、日本においては主にキツネそのものを指すようになる。インドでジャッカルはシカバネバヤシを徘徊して、蜘物を盗んだり、死肉を空腹な獣として知られていたため、カーリーやチャームンダーなど、シカバネバヤシに居住する。 女神の象徴となった。また、インド仏教においても夜間はエンマナナ、母天の剣族とされた。明治43年、港区マグスが、観約仏典の夜間は、ボンゴ、駿河原の御社である旨を、東京人類学雑誌に発表した。夜間の影が映る歌川国吉日本では、当初、主に仏教や音明道など知識階級の間で、狐の異名として使われた。平安初期の、 日本芸域には、狐が人間の女に分けて男の妻となり、子供もできたが、正体がバレた時に男から来た、寝、ね、よと言われ、狐という名ができたとする説話が収録されているが、そこでも狐のことを文中で、やかんと記す例が確認できる。十、悪多章には、夜間、なる吉祥として、狐の鳴き声によって、吉祥を占う事柄についても記されている。 鎌倉時代の、あずま鏡に、夜間によって、名刀の行方が知れなくなったこと5月14日が、書かれていたりするほか、江戸時代以後には、一般的にも、書籍などを通じて、狐の異名として、夜間という語は使用されてきた。その他、各地の民話でも狐の別名として夜間が登場する。大和本尊など本像学の書物などでは、関石の説を引いて、形小さく、おはおなり。 よく木に登る。狐は片尾なり。と、狐と夜間は大きさが違うとされているので別の生物であるという説を載せている。また、日本の密教においては、閻魔天の眷属の目器、ダキニが夜間の化身であると解釈され、平安時代以後、夜間イコール狐にまたがる姿のダキニ天となる。この日本独特のダキニ天の解釈はやがて法上や、 福徳をもたらすという利益の面や狐に乗っているという点から稲荷神と集合したり、天狗信仰と結びついて、イーズナゴンゲンや秋葉ゴンゲン、犬品などが誕生した。脳では狐の性を表した脳面を夜間と呼んでおり、摂生石やショウタンやなど狐が登場する曲で使用されている。摂生石に登場する狐の役名も夜間の性などと表記される。ありがとうございます。